どうも、タカティでございます。今回私は南陽市は赤湯に来ております。今回ご紹介するお店はこちら、フードダイニングなごみさんです。では早速行ってみたいと思います。ということで、今回タカティがやってきたのは赤湯温泉通り沿いにあるフードダイニングなごみさん。フードダイニングなごみの島貫さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。元気いっぱいでございますが、こちらのフードダイニングなごみさん、はい、オープンされてどのぐらいなんですか？もう今年の5月でかれこれ15年目に入りました。スタンダードな、まあ、居酒屋メニューを、まあ、生かしての、はい、まあ、ジャンル問わず、はい、ある程度バラエティに出させてもらってるような感じですかね。なるほど、はい、そして、はい、こちらの夜だけじゃなくてランチもね、やってらっしゃるんですもんね、はいはいはい、うん、ランチのメニューも結構ボリュームがあって。そうですね、はい、まあ、ボリュームだけじゃなくて、まあ、味付けから揚げ方からも自分のこだわりでもう貫き通してますんで、うん、なるほど。そして丼の中にも自分のもう笑顔も一緒にもあの運ばれてくるので、笑顔も一緒に運ばれてくるので大事な味付けが笑顔ですよね。こちらも入ってるということなのでぜひね、はい、今回私あの夜のメニューをメインでさせていただくんですけども、はいはい、もう夜のメニューも結構いろいろありますもんね。任せてください。じゃあぜひそのおすすめをご紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでご準備いただきました。ご紹介お願いします。はい、これが、はい、うちの人気のホルモン煮込みです。ホルモン煮込みに、クリアな一番絞りということで。ありがとうございます。この王道の組み合わせということで、まずこちらからいきたいと思います。まずはね、まだこの時期暑いですから、ちょっとビールで喉をね、ビールをさせていただきます。毎度毎度いただきたいと思います。じゃあビール入れます。俺も飲みてな。冷えてますね、美味しいですね。喉越し最高です。じゃあここに合わせるホルモン煮込みという、これもう人気のね、定番のメニューということですけど、期待が高まります。いただきます。うん、めちゃくちゃ柔らかくて美味しい。うん、ホルモンの旨味めちゃくちゃ出てますね。ありがとうございます。そしてこの味付けもいい味噌の風味で、あとニンニクも効いてていいですね。ありがとうございます。うん、そしてそこにアクセントのこの辛味噌なんですけど、もう味噌もちょっとあのいろいろこう合わせ味噌にして、はいはいはい、これまだこれあのかき混ぜで食べることによって、はい、まだ一味違うんで。なるほど、はい、まあ、味の相乗効果よ。あ、俺と菅井さんの仲間がなくなります。あ、マジですか。これ私全然負けてる感じですけど、ここだとどっちも負けてないです。そして煮込みに入れた豆腐にもこだわりが。南陽市で作ったら野川豆腐ってあるんですよ。見えてるんですね。野川豆腐のその豆腐じゃなきゃ、はい、もう俺は煮込みを作らないっていうぐらい、もうそれだけの一押しの豆腐なんですよ。なるほど。舌触り、滑らかさ、うん、それがちょうどうちの煮込みに合うと。なるほどですね。舌の上に乗せてもう溶けちゃうんですけど、はい、お肉の旨味、だし、これ全て混然一体となって、確かにこの煮込みにこの豆腐はもう抜群ですね。だからです、はい、たまんないですね。続いてご用意いただいたのはなごみのスーパー唐揚げ。常連のお客さんがあまりの美味しさにスーパー唐揚げと評したことから名前がついたお店自慢の一品。じゃあ早速いただきます。うん、あ、美味しい。あの柔らかいでしょ。衣サクサク。あ、そうですよ、うん、もう衣もクリスピー感を出して、うんうんうん、で中の、うん、あのこれ胸肉なんだけども、火を入れすぎちゃうとあのどうしてもポックラポックラになっちゃうんですね。鶏胸肉、そう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 、うんうん、でもこれをもう絶妙な揚げ具合とこの絶妙なこのタイミングで、うん、あのここまで火を通すと、うん、いや実はこの衣も、はい、まだこれは自分でちょっと改良して、うん、もう味付けも改良して。そうなんですね、うん、まさに俺のセンスの塊なんです。これ、なるほど、俺のセンスの塊なんです。
ちょいちょいドヤ感を繰り出すキャラ濃いめの店主島貫さんですが、手間暇をかけて丁寧に作るお料理はどれも絶品。そして最後にご紹介するのはリピーター続出という人気メニュー、サクッと揚げたイカのゲソをわさびでいただくという一風変わった一品です。ゲソ天をわさびで食べるの初めてです。じゃあいや、割れながらいい音だな、これ。サクサク。うまっ。ゲソもしっかり味がついてて、美味しいです。わさびいいっす。おー、よかったよ、わさび。イカのゲソは、醤油、みりん、かつお節などで作った自家製のタレに漬け込み、食感にこだわったオリジナルの衣でサクサクに揚げました。そして添えるわさびにも一工夫。練りわさびと生わさびをこう1対1でこう合わせてるんですよ。まあ同割で。本わさびばっかりだと、こうなんて言ったらいいのかな、こう化粧臭いじゃないけど、香りがわさびのそう独特の、あのあればっかりが混ざっちゃうんで、はいはい、逆にその辛みが強い練りわさびをあえてわざと混ぜて、でこういう風にしてると。わさび一つでこれだけこだわりて、さすがですね。まあ、俺と菅井さんの間柄みたいなもんだよね。なるほど。どういうことだ。そしてそれに合わせる日本酒でございますが、いわゆるこう新潟の三杯と言われる梅がつく有名なお酒の中の一つの雪中梅と。はい。さあどうだ。すっきりとした辛口の風味なんですけど、甘みと旨味の風味が返ってくるんですよね。これは美味しい。あのすごく飲み口いいんですけど、甘みがあるんですね。そうですね、すっきりとした。これにこう、あら、もう口の中が幸せですね。皆さんもフードダイニングなごみさんで幸せ感じてみてください。大変美味しかったです。ありがとうございました。いいえ。ではお待ちかねのプレゼントのご紹介お願いいたします。はい、じゃあこの番組を見たとかでもいいので、はい、言ってくだされば、はい、ソフトドリンクを、はい、いっぱいサービスということで、ありがとうございます、はい、じゃあキャンディーボックス見たよか NCB 見たよな合言葉で、そうですね、はい、ソフトドリンクということでぜひ、はい、皆さんねこちら足を運んでください、はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いいたします。はい、今まあこういうコロナ禍という状況ではありますけれども、お店の方では、完全な、コロナ対策をしっかりとやってますので、安心してお越しいただけるようよろしくお願いします。ぜひ皆さんこちらの素敵な笑顔と美味しいお料理お酒を楽しんでいただければなと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。フードダイニングなごみは南陽市赤湯にあります。ランチも営業中ですので、ぜひ一度足を運んでみてくださいね。